バイエルン・ミュンヘンのポーランド代表 FW、ベルト・レバンドフスキは、今季限りで他クラブへ移ることもあり得るのだろうか。ドイツ、カイスポーツが移籍の見通しを報じたと、で、スペイン紙、アスが伝えている。今シーズン、欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも、簡単し、1ヶ月無料お試し実施中、2014年に、ボルシア・ドルムントからバイエルンに加入して、以来、レバドフスキは、記録的なペースでゴールを量産。キブンデスリーガではすでに自己最多の36得を挙げ、ドイツで6度目の得点王を、ほぼ手中に、メルと共に、ゲルト・ミュラー氏の保持す、年間40得点の最多記録にも挑戦している。バイ・ルンとの契約は2023年まで残しており、クラブ幹もレバンドフスキの存在を理由にボルシア・ドルトムントの FW アーリング・ブラウトハランドの獲得に動く可能性を否定するなど、期以降もエースの座は揺るがないように思える。だが他クラブにとっても、もし可能ならば、チロン獲得したいと考える選手だろう。実際、欧州の複数のトップクラブがレバンドフスの獲得を試みる動きを見せていると報じられている。代理人のピニ・ザハビッシュは、すでに5日のクラブと接触しているとされており、イエルンもその動きを把握はしているとの、とだ。長年の主力だった DF ダビド・アラバや、DFG ローム・ボアテングの退団が決まり、RB ライプ、イヒから33歳の若手監督、ユリアン・ナーゲル、マンを迎えるなど、バイエルンは変化の時を得ようとしている。レバンドフスキの移籍が、例に続く可能性もあるのだろうか？両。